こんばんは、かまいたちの夜2、監獄島のわらべ歌やっていきたいと思います。すごいと思ったね。はい、陰陽編やってるんだけど、一人目の犠牲者かなこちゃんが出てしまいました。ベッドのスプリングが首に絡まってって、なんかすげえありえない死に方してんだけど、なんかポルターガイストっぽいよね、全体的に。はい、行きましょう。ここで僕は敏夫さんに続いて男らしさを見せなければならないのだろうか。とにかくマリーにだけ任せてはおけない。僕は加山さんを振りほどいて、はい、 A 恐る恐るかなこちゃんに近づいた、 B 部屋の中を改めて見回した、 C 三木本さんを探した。これ全部気になるんだよな。これなんか選択肢うまいこと選べば、 B 選んだとしても A もやってくれるみたいなパターンがあると思うんだけど、でもな、三木本さん見つかんなかったら何も得られないから、とりあえず死体を確認するか、 A にします。加山さんを振りほどいた僕は恐る恐るかなこちゃんに近づいた。うん、警察みたいなことするけど、恐怖を刻んだままこわばったかなこちゃんの顔が見えた。かなこちゃんも何か見たまま死んだのかな。とても凝視できるものではない。鉄線はきつく喉に食い込んでいた。皮膚が裂け、肉が切れている。うわぁ、グロい。それは、ん？それを外そうとしたのだろう。喉にかきむしった跡があった。あー、そっかそっか。それをけいこちゃんが見て、もうなんか阿鼻叫喚みたいな。何これ。あ、スザクって書いてない。これは何だろう。僕は一枚の紙片を、紙片を床から拾い上げた。絶対なんか床に落ちてんだな。折り紙のような正方形の白い紙だ。スザク。ねえ。それには墨で黒々とそう書かれてあった。シュジャン。僕が言う、嘘でしょ。レイコマリュシュジャンって呼んでたの。じゃあ何、スザクのさ、塔を見たとき、シュジャンの塔だって思ってたの。僕が言うと、いつの間にか入り口に立っていた夏美さんが訂正した。あ、でもあれは低い鳥か。スザクや。あ、笑われた。笑い声が聞こえる。誰だ僕を笑うのは、とみんなを見回した。え、夏美さんじゃないの？え？怖っ。誰も笑っていない。笑い声はどんどん大きくなる。え？心霊現象？心底楽しそうな笑いだ。まあでもこの状況で笑うってやばいけどね。折れるように床にひざまずいているけいこちゃんの肩が揺れていた。え、けいこちゃんが笑ってんの？まさか。あー、ごめん、飛ばした。きっと泣いているのだろう。けいこちゃんが顔を上げた。え、待って、怖い。いや、怖い。ホラーじゃん。喉の奥が見えるほどの大口を開けて笑っていた。上から紐で吊られたかのように、ぎこちなくけいこちゃんは立ち上がった。その間も腹を抱え、体をゆすって笑い続けている。けいこちゃんも取りつかれたか。かなこちゃんの首から鉄線を外そうとしたのだろうか。マニキュアをした爪が折れて剥がれていた。ああ。両手の指先からだらだらと血が流れている。けいこちゃん。近寄ろうとした敏夫さんをけいこちゃんは指さした。え？お前も死ぬのじゃ。その声は彼女のものではなかった。なんかいびきみたいな声だったね。喉の奥ですりつぶしたようなしゃがれた老人の声だ。乗り移ってるおじいちゃんが、おお、お前も死ぬ。血に濡れた指が僕の顔を刺す。そっか。どんどん乗り移ってくのかな、こうやって。このピンクのフォントは多分あの人なんだよな。三木本さんに乗り移ってた人なんだよな。お前も死ぬ。お前もじゃ。爪のない指が順にみんなの顔を刺していく。え、てか爪剥がれるって一番痛いらしいね。なんか拷問の中で一番きついのが爪剥がしらしいよ。けいこちゃん今めっちゃ痛いはずだよ。射抜かれたようにみんなその場を動けない。ここにおる者はみんな死ぬのじゃ。すべて人神のため、騎士猿家のため。おー、出た。九つの星は、じき、血で満たされるぞ。九つの星？人神と騎士猿家も出てきてるね。
どういうこと？それだけ言うと、糸を切られたかのようにケイコちゃんはその場に倒れ込んだ。これ記憶なくしてるパターンじゃない？うわー、気まず。気絶したケイコちゃんを部屋に運び込み、横にしてからみんなで応接室に戻ってきた。何が起こったのか、あるいは何が起ころうとしているのか。それをそれぞれが考えているのだろうか。では天井の血もそのままなんでしょう。誰も口を開こうとはしなかった。この時計の音がその静けさを引き立てるよな。僕はあることに気がついた。ああ、選択肢ですね。A、かなこちゃんの死に方は尋常じゃない。そうだよね。B、けいこちゃんを一人にしていいのだろうか。あ、まあ確かに。C、三木本さんがいない。ああ。さっき死体を選んだことで周りを見渡すのもなんか役割果たしたのかな。三木本さんちょっと引っかかるから気にしておくか。 C にするね。三木本さんがいない。三木本さんが悲鳴を聞いて応接室まで行ったのは間違いない。ああ、そっかそっか。その後2階にまで上がってきたのだろうか。それから三木本さんを見た記憶がなかった。あ、じゃあ1階にいるかもしれない。あ、ビッグショットボーイ。大きい音立てないで。上からドーンと大きな音がした。あ、あの血が滴ってるとこだ。みんなは互いに顔を見合わせた。やだもう。ケイコちゃん、うわ、何？そうつぶやき、トシオさんは部屋から急いで出て行った。トシオさんすごい頼もしいな。思うことは同じだ。確かにケイコちゃん死ぬかもしんないな。今度はケイコちゃんに何かあったのでは。僕もトシオさんの後を追う。え、そんなスピーディーに二人目犠牲者出ないでしょう。でも2階に上がるとトシオさんがかなこちゃんの部屋から出てきたところだった。うん、そこにケイコちゃんを寝かせているのだ。あ、かなこと一緒に寝かせてんの。何もなかった。トシオさんが僕に言う。え、彼女は無事だ。ん、本当に？それじゃあ、あ、何？もう、ちょっと、音量変怖いよ。コントローラーのブルブルする回数が多いんだわ。大きな物音が聞こえた。奥の突き当たりにある三木本さんの部屋からだ。あら。僕と敏夫さんは同時に走り出した。いや、三木本さんも気になるけど、今本当に恵子ちゃんいた？疑心暗鬼になっちゃうよ。わあ、やばい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 。三木本さんの部屋の前に来た。お前の思うようにはさせん！え、どういうこと？三木本さんの声だ。え？それにかぶさるように嘲笑う声が聞こえた。なんかあれなのかな？三木本さん、自分に取り付いてるものに対抗しようとしてんのかな？たかが我孫子の血筋に何ができると思っておる。所詮は岸猿の蚊と祭りに、あ、何これ？祭りに占めるウサギじゃって。老人の声だ。しゃがれたそれに聞き覚えがある。おのれ！恵子ちゃんと一緒のが取り付いてんのかな？三木本さんが叫んだ。僕はノブを掴んで回そうとした。ノブじゃ。だがびくりともしない。僕は、はいはいはい。A、扉を蹴破ろうとした。B、敏夫さんに手助けを頼んだ。あ、まあ二人で行ったらいいんじゃない？ B にするね。僕は敏夫さんに手助けを頼んだ。いける？うん、敏夫さんと一緒に蹴破ればいいじゃん。だがセメントで固めたようにノブは動かなかった。やめろ！三木本さんの悲痛な叫び声。うわー！びっくりした。すごい叫び声。そしてドンと再び鈍い音が中から響いた。中で何が行われてんだよ。怖いわ。壁に何か硬いものがぶつかった音だ。絶対戦ってんじゃん、三木本さん一人で。三木本さん！僕は敏夫さんと目を合わせた。うわ、面白えこれ。あ、オッケーオッケー、体当たりしよう。 A にするわ。よし！言いながら敏夫さんは肩から扉にぶつかっていった。おお、開いた、よかった。男二人ならね、いけるよね。扉があっけなく開いた。超どうでもいいけど、あのフローリングの床板の色ちょっと好き。ちょっと古めかしい感じ。勢い余った敏夫さんがたたらを踏む。たたら場の男。明日か。誰もいなかった。
もぬけの殻だ。え？消された？探すほどの場所もない狭い部屋だ。あれは、え、何？またお風呂とかにいいんじゃないの？ A、壁から突き出た杭の先端に目が止まった。杭？あんのね、きっとね。 B、テーブルの上に置かれた本に目が止まった。あるのね、きっとね。 C、 何の乱れもないベッドに目が止まった。めっちゃ分岐するじゃん。突き出たってことは外からってこと？え、待って、本も気になる。ちょっと待って、めっちゃ気になる。ベッドはどうでもいいや。待って、でもなんか本とかさ見たらさ、なんか伝承とかわかるんじゃないの？ちょっと B がいいな。 B にするね。本に目が止まった。わあ、僕はテーブルの上に置かれた本に目が止まった。おー、来た。アビコ村、民間宗教の源流。やばい、普段絶対スルーするタイプの本だけど今めっちゃ面白そう。何かの役に立つかもしれない。僕はその本を手にした。あの、学校の図書館とかにしかないタイプの地域の歴史の本だ。凄まじい風が部屋の中をかき混ぜた。風？図書さんが窓を開けていた。そこから下を覗き込んでいる。あー、逃げたんじゃないかみたいな。その姿勢のまま凍りついているようだ。僕もそばに行き、下を見た。いる？実はその時僕が思っていたのは、中庭に倒れている三木本さんだった。何その言い方。そうなんじゃないかって思ってたってこと？しかしそこにあったのは、そんなものではなかった。え？違うの？壁を背に人が立っていた。これあれかな？杭の話かな？え、この杭あれ？泉から出てんの？泉ってか、池から出てんの？いや、壁に貼り付けられていた。やば、その胸からまっすぐ杭が伸びている。串刺しにされてる。神戸を垂れたその顔が上からは見えない。が、その人が誰であるかはわかる。三木本さんだ。めっちゃスピーディーに二人目死んでんじゃん。バタバタ死ぬじゃん、今回。三木本さんが太い鉄の杭で体を貫かれ、外壁につなぎ止められているのだ。しかも鉄なの？まるで昆虫の標本のように。怖っ。レイコマルくん、ちょっと。敏夫さんは一枚の紙片を差し出した。ああ、これね、ベッドの、ん？さっきと違うやつだ。玄武って書いてある。こんなのが落ちていた。その紙には黒々と玄武の文字が書かれてあった。まただ。かなこちゃんの死体のそばにも同じようなものが落ちていた。これは一体何を意味しているのだろう。夏美さんがさ、あの風水の話してたけど、やっぱ風水になぞらえてんのかな、今回は。とにかく、みんなに知らせましょう。玄武の下なんて書いてあるんだろう。救急、ジョリツーレイ？レイコマルのレイと一緒だね。敏夫さん今どっから見つけたんだろう、これ。窓辺に落ちてたんかな。僕たちはひとまず応接室に戻ることにした。いやー、怖いな。下は下で別の騒動が持ち上がっていた。せわしいな。おー、2本目。天井に2本の赤い線が平行に並んでいる。線が1本増えたのだ。なんだって？それもまた鮮血で描かれたものだった。これ人死ぬたびに増えるんじゃない？で、最終的にあのデッドバイデイライトのアイコンみたいになるんじゃないの？敏夫さんが会場で何が起こっていたのか説明した。重く沈黙が続く。僕にはどうしても気になることがあった。ああ、多いな、選択肢。A、言い争ってましたよね、三木本さん。そうだね。B、僕たち以外に誰かいるんじゃないですか。まあ人間とは限らないけど。C、この2本の線何か意味があるんでしょうか。まあデッドバイデイライトじゃない。 D、この館に電話ってありましたっけ。もう全部大事すぎてどれか選べばいいのか全然わかんないな。まあ電話が一番常識的だけど、どうせないから A かな。 A にしよう。三木本さん言い争ってたよね。敏夫さんは黙っている。
もう一人はどこに行ったんでしょう。おじいさんみたいな声だったけど。あの声に聞き覚えがあるんだ。聞き覚え？僕もです。やっぱり君も気づいていたのか。あのしゃがれた老人の声。あれは、恵子ちゃんが気絶する前に喋っていた声だ。同じじいさんが取り付いてんのか。じゃああの部屋にいたのは恵子ちゃん。つまり、三木本さんを殺したのは。あ、そういうこと、恵子ちゃんが二人とも殺したんじゃないかって言ってんの？それに、かな子ちゃんを殺したのも、と考えられなくもないが、それは間違いだ。恵子ちゃんが寝ているのを確認してから、僕はあの部屋に行った。これ、としおさんがなんか、一枚噛んでたらちょっと怖いけどねって思うけど、あれは恵子ちゃんじゃない。第一、あの小さな窓から大柄な三木本さんを吊るして、しかも外側から杭を打つなんて真似が女の子に、いや人間にできるわけがない。そうなんだよね。もう全部なんか人間技を超えてるんだよね。人間にできるわけがない。その言葉の意味を考えると僕は恐ろしくなってきた。なんかこの陰陽編がさ、まあ、選択肢によるのかもしれないけど、最終的に人間のしたことなのか、それともやっぱりその人知を超えたものの仕業なのか、どっちに転ぶんだろうね。まあでも今んとこ人間ではないよな。我ながら情けないが、幽霊だのお化けだのといったものは小さな頃から苦手なのだ。まあそれは仕方ないな。僕はあの部屋から持ってきた本のことを思い出した。書籍読もうぜ。著者は阿比古和弘。竹丸の、なんだろう、親族？待って、外でめっちゃ犬鳴いてる、どうしよう。どうやら地元の郷土史家が出版した本のようだ。これ随分前の文章なんだけど、三木本さん別に阿比古っていう名字ではないんだよな。阿比古っていうペンネームをおばあちゃんから取ってんだよね。おじいちゃんとかだったりすんのかな？和弘って。まあでもどちらにせよ三木本さんと関係がありそうだよな。所在なくパラパラと開いていると、ポタリと畳まれた紙が落ちた。あ、また紙。あ、え？地図じゃん。中に挟み込まれていたのだろう。広げると家の見取り図だった。これ完全に三日月館じゃん。血が滴ってんのかな、しかも。紙は黄ばみ、虫食いだらけで相当古いもののようだ。それをじっと見ていてようやくわかった。それは、この館の見取り図なのだ。まあ、じっと見なくてもわかるけどね。だが、何かがおかしい。嘘。どこかがこの館と異なっているのだ。なんかそう言われてみると、スパイクの出てる池がその場所だったかなとか、2階への階段と地下への階段一緒の場所にあったかなとか、なんか、ね、ぼんやりとしかわかんないけど、どっか違ってんのか、どこが違っているのか、僕は頭の中の館の図と比べていた。私も行く！やだ。マリーが立ち上がった。どこに行くの？おじさんが三木本さんの部屋を見に行くって言うから。何のために？僕の問いに答えたのは小林さんだった。まあ、もう一回見に行くってこと？あの部屋に隠し部屋があるんじゃないかと思ってね。言い争っていた誰かが隠れるような小部屋が。あ、じゃあその違和感じゃない？レイコマルが感じたの。やめた方がいいですよ。僕が言うと、マリーは怒ったような顔で僕を見た。どうしてよ。はいはい、現場を保存しておいた方がいいからさ。めっちゃ今更感あるこれ。B、迂闊に動くのは危険だからさ。C、あの部屋に隠し部屋なんかないからさ。どっちにしろ止めなきゃいけないのか。じゃあ現場保存で行こうか。すげえ常識的じゃん、急に。保存？マリーが聞き返した。まあ普通はね、そう、警察が来た時のために。警察！そうだ、警察だ。いや、まず一番だよな、普通はな、警察が。二人の人間が死んだというのに、どうして誰も気がつかなかったのだろう。だからもう感覚麻痺しちゃってんのよ、ここに幽閉されて。警察に連絡をしなくちゃ。僕は言った。おそらくみんなも同じことを同時に思いついたのだろう。でもな、どうせ電話ないんだよな。よし、手分けして電話を探そう。小林さんがそう言うと、それぞれがテキパキと分担を決めて行動し始めた。おー。
どうせないか電話線切られてるよ。怖かったのだ。怖い時に何もしないともっと怖くなる。ああ、わかるそれ。何かすべきことがあればそれだけでいくらかは恐怖心が収まる。僕はマリーと一緒に2階の部屋を調べた。どうやら客室に当てられたところにはどこも電話が置かれていないようだった。今画像が勝手に動いてってあんまじっくり見れなかったな。再び応接室に集まる。表情を見ればみんなの報告を待つまでもなかった。この屋敷に電話はない、としおさんが言った。やばいよな。それに僕たちの他に誰もいない。としおさんの言いたいことが分からず、僕は黙ってその顔を見ていた。みんなの反応がないのに、じれたようにとしおさんが言った。つまり、使用人がいないということなんですよ。ああ、そっかそっか。キヨバーポジすらいないもんね、今回。それじゃあ、我々の食べた夕食は一体誰が作ったんですか？え？あれ、夕食ん時って三木本さんどうしてたっけ？作って置いておいたんじゃないのか？と小林さん。いいえ、料理は温かかった。どれも熱いほどでした。少なくとも、それを作ったものはその直前までここにいた。それに今見たら、食器も何もかも綺麗に片付いていました。あら。我々に姿を見られなかったことは偶然としても、どうやって帰るんですか？船はもうない。近くに民家もない。と小林さんがうなった。確かに不思議だ。隠し部屋があったりすんのかしら。この館を維持するのなら、それなりの人数が必要だろう。まあ確かにお掃除とかね。え、なになに？たとえ料理人がどこかに、例えば僕たちの知らないどこかに、その人の家があるとか。帰ったにしろ、誰もいないのは不自然だ。え、なんでここ黄色なの？黄色い文字は初めて見たからな。これめっちゃ大事そうだよね。あれじゃない？湖のさ、横の小屋とかさ、あそこにやっぱ誰かいるんじゃないの？何かそれには意味があるのか。お、携帯があるがな。ガラパゴス時代か。考え込んだ僕の頭に、加山さんのすっとんきょうな声が突き刺さった。みんなが加山さんの方を見た。ああ、普通にあるね。加山さんは腰のケースから携帯電話を取り出した。腰に携えてるタイプな。110番してる。ああ、そうか。と、夏美さんもとしおさんも携帯電話を手にする。いや、みんな持ってんじゃん、なんだ。110番で出るやろな。つぶやきながらボタンを押す。3人が小さな携帯電話を耳に当てじっとしていた。いや、一人でいいでしょ。さすがにそれは一人でいいでしょ。なんだか貝殻の音でも聞いているようだ。のんきか。あかん！真っ先に加山さんが携帯電話を耳から離した。やっぱり電波が届けへんのや。夏美さんも敏夫さんも同じだったのだろう。携帯電話をしまい込もうとした。ん？加山さんが携帯電話を再び耳に当てた。え？嘘？もしもし？と問いかけてそれから黙り込んだ。声が聞こえた。何怖い。三人の携帯電話からしゃがれた声が聞こえている。あのじいさんが電波に乗せて微声を轟かせているのかい。それは念仏か何かのように陰気で単調な歌のようなものだ。歌のようなもの？同じ調子でそれは何度も繰り返される。ああ、なんか違う歌出てきた。真訪れるまでに、苦衆地で満たせよ。九って出てきたな。一つ二つ、三つ四つ、五つ六つ、七つ八つ、九つ。地に満たされば、坂島の地から銀と溢れ、この世の法を破れやそばか。ちょっと陰踏んでる。さすれば人神生まれるぞよ。え？人神地を求むる、地を好む。千葉な散れや流れや。流れゆけばこの世の末期まで流れ流れよ。目を染め、舌を染め、爪を染め、海を染めよ。そばか。七つ八つにちぎれ、引き裂き地獄に落ちよ。やだ。
オンダキニバギャチキャカネイソバカ。バカ。もう怖いよ。加山さんは何度も電話を切ろうとした。が、声は止まらなかった。夏美さんがとうとうそれを床に投げつけた。え、怖い。なんかその電源切れてるのに動く系のほんと怖い。やだ。それをさらに踏んだ。何度も何度も力を込めて踏んだ。そして急に声は途絶えた。強いなぁ。みんなが黙り込んだ。耐えられぬほど静かだった。強そう悪霊。さっきの話ですが。敏夫さんが何もなかったかのように話を始めた。冷静すぎるだろう。使用人がいてもここを出られなかったということでしたよね。それはつまり、我々もこの島を出られないということですよね。船長さんが来なければ。敏夫さんの言葉の意味がみんなにゆっくりと広がっていくのが見えるようだった。クルーザーがありますよ。みんなの視線が僕に集中した。三木本さんのクルーザー？勝手に？三木本さんが乗ってきたクルーザーです。みんなこの島を出られますよ。あれだよ、円環になってるから出られないよ。僕は立ち上がった。島が円環になってるよ、どうせ。マリーの手を引いて意気揚々と玄関に向かった僕は扉の前で立ち止まった。うん。これ何？扉？鍵がかかっているのだ。え？外から？僕はガチャガチャとシャッターを開けようとしたが、無駄だった。僕はみんなに言った。外からかかってんのこれ。A、他の出入り口を探しましょう。B、鍵を取りに行きましょう。C、力ずくで開けてみましょう。まあ、鍵あるのかな？鍵あるんだったら、行ってみたらいいんじゃない？ B にするね。鍵を取りに行きましょう。取りに行くって、どこに？決まってるでしょう。鍵を閉めた本に、三木本さんのところです。え、外の門じゃなくて、この建物の鍵でしょ？外から誰か閉めたとかじゃなくて？だが、言いよどむ敏夫さんの気持ちはわかる。僕だって、好き好んで刺繍の漂う場所に近づきたいわけではない。しかし、こうしている間にも、死の恐怖がじわじわと体中に広がっているのだ。てかさ、さっきさ、歌出てきたじゃん、これ。これさ、九つ血に満たされば、坂島の力銀とあふれとかって書いてあるからさ、これ九人死んだら、人神が生まれるってことなんじゃないの？恐ろしい。九人もいたっけ、この場に。行こう。行った小林さんを先頭に、僕たちはみんな2階へと上がっていった。まあ、鍵あるんだったらね。扉を開けて中に入ろうとした僕たちは、呆然とそこに立ちすくんだ。何？どうな、え、え？は？あー！あははすごい！そこに壁はなかった。これあれか、わらべ歌編みたいに2階部分まで水が上がってきてるんだ。そこに壁はなかった。直接外が見える。え、てか何？部屋ごとぶち抜かれてるって感じ今。中庭の中央にあった泉から太く銀の竜のように水が吹き上げている。銀の竜。泉から溢れた水にすでに1階部分が水没しようとしていた。黒く高い壁の中に水が満たされていく。いや、すごいよね、この強度。館は今や大きな堀に囲まれていた。吹き上がる飛沫が霧のように景色をおぼろに見せている。まあ、ちょっと綺麗だけどね。幻想的。これは。おお、なんだこの曲。小林さんがつぶやいた。なんか和風アクション RPG って感じ。聞いてはいたが、まさか本当に。音が、いや、音楽が聞こえる。あ、BGM じゃなくて、ガチで鳴ってんのこれ。競争的な三味線の音色だ。いや、笛も入ってるよ。そして男の笑い声。え、何？女たちの、あ、何これ、強制。
監視塔からその音は聞こえていた。ライブ中だった。何？監視塔から長く支柱が水面と平行に伸びていた。あ？すごいブレブレしてる。その先から太い網が垂らされている。網？その網に絡みつくものがある。腕だ。腕？ぼやぼやしててよく見えない。男の腕だ。焦る。ザーッと水しぶきを上げて頭が水面に現れた。おじいちゃん？2、3度顔を振ると苦しげに息をする。誰じゃ。おー、太蔵か。太蔵なんか前出てきたっけな。原田太蔵と一緒の字だね。監視塔の上から楽しそうな声がした。加藤ども、太蔵が顔を出したぞ。あれか、おじいちゃんか。これおじいちゃんの亡霊かな、三木本さんの。いいのか。からかうような男の声。太蔵と呼ばれた男の頭に腕が伸びる。その首に腕が伸びる。その肩に腕が伸びる。数十の腕が蛇のように太蔵に絡みつく。蛇、それを引き剥がそうと太蔵は網から腕を離した。これもしかしてあれかな、昔の情景が見えてしまってんのかな。が逆にその腕を引かれ、太蔵はのけぞって水の中に引きずり込まれる。怖っ。うわ、めっちゃオレンジ。別の男の顔が現れた。1つ2つ3つ、3人の男が網を登ろうと必死になっている。わ、なんか蜘蛛の糸みたいだね、太宰治の。その首に肩に新たな腕が幾本も絡みつく。太蔵よ、恨むなら加藤を恨め。わしは残された一人を助けるのみ。どういうこと？下にいる人たちみんな加藤なのか？騎士猿かこれ。お前の邪魔をするは加藤よ。お前のお仲間のウサギどもよ。ゲラゲラと笑う声が、それに続いて女たちの狂笑が、そしてそれらに合わせたかのように三味線の音が高まる。あんな狭いとこでそんなお祭り三昧しとんのか。恐ろしい光景だった。一本の網に群がる男たち、それぞれが最初に水面に上がるべく互いに押し合い、のけ合い、捕まり、引き剥がし、殴り。うわ、地獄絵図だね。僕は蜘蛛の糸を思い出した。ああ、一緒。まあ、みんな思い出すか。あまりにも有名な芥川の小説。あ、太宰治じゃなかった。そっか、太宰治っぽいけど芥川なんだ。恥ずかしい。天井から垂らした一本の蜘蛛の糸、それを登っていく神田田。我先にと糸につかまる地獄の亡者たち。初めて読んだ時、僕は仏様というものは残酷なことをするのだなと思ったものだ。ここで行われていることこそまさに地獄絵図そのものだった。まあ言うて騎士猿はただのおっさんだけどな。網に絡みつく肉の団子から一人が抜け出てきた。太蔵だった。再び水中から顔を出し、群がる男たちを押しのけながら必死になって網を登っていく。頑張れ太蔵。肩が、胸が、腰が現れる。全裸だ。体を左右に大きく揺する登り方が不自然だった。すぐにその理由は分かった。うわー、何？太蔵は足を縛られていた。膝と膝、足首と足首が固く縄で結ばれている。うわー、きっつ。上半身だけで登ってんだ。それだけではない。両足首には鎖がつけられ、鎖には大きな鉄の玉が取り付けてあった。ああ、これが？もうすごい腕力が必要になるけど、彼らは網を登らない限り水面に顔を出すことができなかったのだ。うわ、マジか。中腹にある窓から中に入ろうとする者もいた。がそれらは監視塔から伸びた長い槍で突かれる。殺すつもりはないのだろう。突くのは肩か腕だ。流れる血が水面を赤に染める。なんか楽しんでんのかな。
泰造の足を掴んでいた腕が一本また一本離れる。無念の思いを指先に込めて腕は水中へと没していく。やがて一人残った泰造はゆっくりと網を登っていった。これ昔こうだったのかな。本当に監視塔の先、網が結ばれた部分に鐘が吊り下げられている。はあ、鐘の中央から一本の短い紐が下がっていた。ああ、鳴らしてる。泰造はその紐を持つと振った。わあ、ウイニングベル？鐘の音が聞こえる。カンカンと甲高いその音がどこか物悲しい。ビクロイ？ようやった。監視塔から男の声がするのとそれは同時だった。何？一本の槍が監視塔からぐいと突き出された。ええー！嘘！まっすぐ鐘を鳴らす泰造の喉へと。ええー、勝ち残ったんじゃないの？殺すの？うわあ！半月に鮮血を吹き出しながら彼の手は網から離れた。うわ、これこの画像見たよね前。ここまで鮮明じゃなかったけど。うわー、オレンジサマーオレンジ。うわー、しんどいね。監視塔から伸びた支柱もなければ網もない。監視塔から聞こえていたシャミでいいのかな、シャミの音もない。嘲笑も強制も何も聞こえない。血潮に赤く染まっていたはずの水面も見えない。そして代わりに現れたのが部屋だ。あ、部屋あるのか。部屋の中に集団で幻想を見てたってこと？怖いね。あるべき姿の三木本さんの部屋。僕たちはほうけたように黙って、その何もない部屋を眺め続けていた。窓が開いていた。うん。全くの無風が、やがて訪れる強風のものすごさを感じさせた。泰造というのは確か、夏美さんがつぶやいた。あきさんのお父さん。つまり、三木本さんのひいじいさん。あ、そっかそっか。じいさんじゃなくてひいじいさんね。あきばあちゃんが、20歳ぐらいまで、阿鼻子村に住んでたんだよね。僕がそれに続けた。つまり、今見た幻影は、昔ここで行われたことなのだろうか。うん、そうだと思う。集団ヒステリーだよ。ぼんやりと僕は考え込んでいた。はじめに我に返ったのは小林さんだった。鍵を探そう。そうだな。そうしよう。そうだ、鍵だ、と僕も意味もなく口にしながら部屋の中を探した。オッケー、じゃあ集団ヒステリーが終わったとこで、今日はこのぐらいで区切っとこうかな。なんかあれだな、わらべ歌編も面白かったけど、陰陽編もめっちゃ面白いな。すごい好きかも。じゃあ次回鍵探し編ってことで、よろしくお願いします。